みんなー、元気ー、雪神なるです。ということで今回なんですけど、こちらとなります。ゴールデンプレゼンス、あなたの心おもてなしに行ってきました。ということでつるつる TV4 月のイベントに行ってきました。まあこちらに行ってきましたという形でございます。はい、まあ、抽選に当たりまして、今回その、ゴードンプレゼンツのね、企画に参加させていただきましたというわけで、まあ、そちらの感想とか会いに行ってきたというわけで、まあ、話していこうかなと思います。で、まあ、今回の主役はゴードンさんというわけで、4月22日になんと、ゴードンさん誕生日を迎えたということで、本当に改めまして誕生日おめでとうございます。はい、まあ、自分も参加させてもらって、本当におもてなしをねさせてもらいました。で、まあ、今回ですね、まあ、企画が2種類用意されておりまして、まあ、1つ目が、ゴードンさんのお手製のケーキが食べられるといった形でございました。で、3つ、選択肢がありまして、まあ、チョコレート、チーズケーキ、抹茶だったかな、まあ、こちらの3種類がありまして、まあ、自分はチーズケーキを選ばせていただきました。で、まあ、チーズケーキとっても美味しかったです。本当にね、まあ、生地もとっても良かったし、本当にチーズケーキだなって思いました。まあ、自分チーズケーキが大好きですので、本当に久しぶりに食べたなって思いましたし、とても美味しかったなって思いました。で、まあ、今回、まあ、イベントに参加していただきまして、まあ、本当に久しぶりにというか、まあ2ヶ月というか、まあそうですね、1月に行って、まあそこからしばらくちょっと経っていたので、まあ久しぶりに会うという形だったので、本当にどうなるやらって思いましたけど、はい。で、割と裏で、まあ、つる兄さんがー結構いじってくるんですよ。結構いじってきてて、周りが女子だらけなので、ちょっと気まずいというか、まあ、気まずいというわけでもないけど、ちょっと本当になんか結構今回いじりまくってたなって思いましたね。まあ、嬉しいっちゃ嬉しいけど、結構ね、まあいじり合いがあるのかどうかはちょっとわかんないけど、結構いじられておりました。まあ、服装も服装であったので、まあ、そういった形で結構いじられてましたねと思いました。はい。で、まあ2つ目の企画が、まあ、ビンゴ大会がありまして、まあゴードンさんの私物が手に入るみたいな形でして、まあ、そちらに参加したんですけど、まあ惜しくもというか、まあ惜しくもというかちょっとね、リーチにはなったけど、結局ね、もらえませんでしたと言ってあげたらしいですね。まあ参加賞としてプレゼントされたプロマイドはありましたけど、はい、こちらもね、全員っていうかね、もらいました。で、まあそうですね、まあ4月まあ前半というか、まあ4月入ってからね、忙しくなってしまってね、前半の部分が忙しくなってしまって、後半いけるかどうかがちょっと怪しいというか、いけるかな、難しいかなって思ってたんですけど、まあそうですね、前半に全部片付いたというか、一旦片付いたといった形で、まあ、今回行けてよかったなって言った形で、まあ、ゴードンさんに、まあ、話しましたね。はい。まあ、ゴードンさんとは、まあ、ちょっと話したけど、
まあ、鶴兄さんとか他の、まあ、リスナーさんたち、まあ、つるつる TV のリスナーさんたちとはあんまりこう喋ってるような形ではなかったかなって思います。まあ、1回くらいしかそのなんだろうね、つる、ゴードンさんとは今回喋ってないというわけないけど、撮影とかで、まあ、写真撮るといった形で、まあ、喋ることあったけど、それ以外だと、まあ、あんまりこう喋っていなかったっていう形ですかね。まあ、ちょっと後悔はしているのかな、自分ちょっとわかんないけど、はい。まあ、行けてよかったなと思いました、今回に関しては。またね、近々、会いに行くみたいな形になっております。まあ、会いに行けるかどうかはちょっと置いといてっていう形ですかね。で、また本当に6月、7月、8月とか、まあ、そういったイベントっていうか、中のイベントにもね、行けたらいいかなって思っております。まあ、これに関しては、ね、どうなるやらって形ですけど、はい、まあ、行けたら行こうかなって思っております。で、まあ、ずっとね、一人でいたというのもあって、楽しんでるというか結構楽しんではいなかったかな。正直こう話せる内容とかもあんまりないし、こう自分が話しかけるということもあんまりないっていうか結構ないので、ね、ちょっとまあ緊張はしていたのかも怪しいけど、まあちょっと何話せばいいのかとか、まあみんな結構ね話してたりとかしてたりとか、まあリスナーさん同士話してたりとかしていたんですけど、まあそこに入る場にはならなかったかなって思います。まあ、今後の目標かね、もっとよりゴードンさんとか鶴兄さんとか他のリスナーさんとかですかね、まあ話せたらいいかなって思うんですけど、ちょっとね怪しいかなって思いました。まあ以上かな。はい。まあ今回ね、ゴードンさんのね、プレゼンツ企画に参加できてよかったなって思いました。またね、こういったイベントとか、まあ、外のイベントでね、会いに行った際には動画とかもちょくちょくとか写真とかもちょくちょくとあげられたらいいかなって思っております。ってことで、また次の動画でお会いしましょう。ゆうきかみなるでございました。またね、バイバイ。エンディング。一人だけなんて選べないよ。みんな大好きでいいんだよ。